で、ドラゴンクエスト8、3DS リメイク版実況プレイ、ついに大台の第50回です。前回は、最終決戦が近づいているってことで、黒犬、レオパルド、杖を、暗黒神ラプソンの杖を持ったレオパルドを追って、聖地、鳳凰の館まで来たんだけど、装備がまだ弱いねってことで、ここまでで入手できるなんていうか隠しアイテム的なリハルコン魔王の方のオーガシールドとかを回収して装備を強化しました。ここからは決戦に臨みたいと思います。サベッラ大聖堂に来ました。会話した方がいいのかな。ラグニットがいいし、あ、ラグサットがいいし。もうさ、サベル大聖堂自体はこれまでに探索してるから、フォーのいるところに行きます。さっきポッと。体力満タンだしこれでいいでしょう。会話してる。まがまがしい山中悪魔の使いフォーさんの目を狙って襲ってきたらしい。証拠を奪わこないのか。聖堂騎士だ。マルチェロがいるぞ。おい、まだなのか。まだ装甲版は来ないのか。さあね、俺はただの見張りですから。そんなこと言われても困りますよ。くそ。貴様などの相手をしている暇はない。目には聖画の兵がいる。話が進まないんだけど、どうしよう。これ使うのか。鳥にでもなれればなんたらと言ってたけど、どこで降りればいいんだ。こっちから降りてもいいんじゃないか。なんとなく鳳凰の館のこっち側来たことないから、なんかアイテム落ちてるかと思ったけど、人も何もいない。入れるのかな。あれ降りれない。どっから向こうか。
方のやつできるのか。法皇様が、怪しい者が法皇様のお部屋に侵入したらしいのだ。二の大司教、お前たち頼む、法皇様をお助けしてくれ。そしてくれぐれも忘れるな、法皇様に伝えるのだ。最初に救援の兵をよこしたのはこの二の大司教、わしの手柄なのじゃと。ずるいやつだ。王の館、多分これ初めて入るんだけど、なんか相手の回収すべきものあるかな。多分2回行くんだと思うんだけど、何もないと人がいる。そうだから上に行くか。王がいる場所に行きましょう。何もなさそうとか言いながら壺とかあったし、これってクリアしていくの来れる場所なのかな、わかんないよね。今のうちにアイテム回収した方がいいのかな。こうか、なるほどなるほど、こっちから行けるのか。風呂、あ、台所。ね、働いてるメイドさん何も知らないのか。多分用事は2階にあるだろう。これさっさと上行こう。これレオパルドだよね。向こう文字がね、ただの仕込まれるんだ。ここをスルーしてアイテム回収してる。あの部屋入ったら勝手にストーリーが始まるんかと思ったら、一通りなんていうの、話しかけないと多分ストーリーが始まらないっぽいあれだね、これ。何も君は王に話しかけるのか。マルチ、あ、これ製造基地なのか。制御してやってくれ。ほう、レティスの力そのに宿してたか。最後の賢者を殺すまでお前たちを始末に上げてやるわ。黒犬レオパルドとの対戦。魔剣レオパルド、間違えた。黒犬こんなところで戦うわ。やべ、魔界攻撃。無とわりは有効だ。
残暑で回復もならない。ダブルで結構つく。やべ、覚えてる。やばい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 。タレット強い。ウルが回復やってみて。リバイバルで回復するのがあれか。やば、回心してくれる。彼を倒した。さすがにレベル上げてるからね、この時平均47ぐらいやったし、レベル槍スキル強化、あれまだもう一回これで魔獣の爪を手に入れた。くぅ、バカな。ラプソンの声だよね。またしても、
パルドを倒したが、法王様ご無事ですか。よかった、脈はある。しかしこれはあの化け物がやったのか。何が起きたというのだ。マルチェロ、何を突っ立っておる。早く法王様をお部屋までお運びしろ。この役立たずめ、何が警護役だ。貴様は降格だ。明日にも処分を。わしの命令が聞こえぬか。マルチェロ。二の大司教殿、そういうわけでしたか。貴様何のつもりだ。何がおかしいというんだ。観念なさい。野犬と誰とも知れぬゴロツキどもを雇い、騒ぎを起こして、それに乗じ法王様の暗殺を図るとは恐れ入りましたよ。あなたが次期法王の座を狙っていたことは知っているが、ここまでやるとはな。何を言うか。貴様、わしが法王様を捕まえろ。このゴロツキどもをまとめて煉獄島へ流刑にするのだ。はっ。大司教の犯人扱いした。やばいな。おぞましい魔物も時には役に立つものだな。うん。その杖を持ってはいかん。これはそれは暗黒神ラプソンの杖じゃん。で、主人公たち濡れ衣を着せる。無礼者め、次期法王と言われるこのわしを流刑にするだと。おい、聞いておるのか。これは濡れ衣じゃ。あの悪党が全て。待ってくれ。これは何かの間違いじゃ。島流しかな。バカな、マルチェロはわしの手駒。それがまさか牙を剥くとは。次の法王になるのはわしなんじゃ。病弱なあの方だ。待っておればいずれ。ここは煉獄島じゃ。滞在を犯した者たちを死ぬまで閉じ込めておく監獄。一度中に入ったら二度と生きては戻れん。全てあの悪党のマルチェロのせいじゃ。クールはなんか黙っていると思うところがありそうですね。法王は辛労で倒れ、邪魔な大司教はいなくなった。思いのほかうまくいった。なんだ、頭が割れそうだ。これは我が肉体は忌々しき賢者どもに封じられ失われた。声、誰だ貴様。この杖か。杖を手にする者よ、何時こそが我が新しき手足。さあ杖の虜となれ、仮の宿となりて我に従え。ふざけるな。なんだと。命令をされるのはあいにく大嫌いでね。
ラプソンを支配したのか一瞬で、こっちはマルチェロは悪どい男だが、あの常人ならざる意志の強さと剣の腕はわしも認めざるを得ん。わしは奴を利用してうまく立ち回り、次期法王の座を我が物にしようと思っておった。わしに逆らう者たちをマルチェロに始末させ、そうしてただわしは待っておればよい。ただ地ならしをして、あとは待つつもりだったじゃ。まさかこんなことになってしまうとは。このわしがあんな若造に。おお、耳を澄ましてみろ。地下から響く囚人たちの嘆きの声が聞こえる。とうとうこの世の地獄、煉獄塔についてしまったか。外に出ると。牢屋かな。これで自由に動けるようになった。泥水、マルジリの水。あれ、話しかけられないんだけど、うまく。なんだこれ、なんだもう、なにこれ。この煉獄塔に入れられたら最後、二度とお日様の光は拝め、みんな死んでいくだけじゃ。微妙な距離保たんと話しかけれんな。こいつもマルチェロにはめられたのか。どうなっちゃうのかしら。トロデのおっさんたち、法王さんの屋敷の入り口に置いてきちゃいましたね。ジェルザ、おい、お前何してる。騒いだって無駄だ。てめえらは死んだってそこから出られねえんだ。分かったらおとなしくしてやがれ。セリフから。おい、お前何してる。騒いだって無駄だ。分かったら。あれ、全員に話しかけたよね。何か足りない。この人いるか。神よ、初めて心からあなたに祈ります。どうか我らを法王様をお守りください。祈り悲しく何も起きないのか。二の大主教の後悔の嘆きはいつまでも続いた。いつかしか眠りに落ちたタロイモは不思議な夢を見た。それは一人の少年と少女が出会った遠い日の記憶。あれからミーティアの様子はどうじゃ。王妃様のことがよほどショックだったのでしょう。お食事にもほとんど手をつけておられず。回想シーン、ミーティア姫のたらいもの。なんか、そうか、どうしたものか。ミーティアはそこ歩いてたね。何やら草むらが揺れてる。トーポじゃねえか。
これ見てや。そんなに慌ててどうしたんじゃ。なんじゃと。見てやよ、一人で森へ行くなとあれほど申したではないか。男の子が倒れてるの。お願い、助けてあげて。男の子？どういうことじゃ。とにかく落ち着きなさい。ダメ、早く行かないと、あの子が死んじゃう。これ、見てや、待つんじゃ。おりゃいかん、ひどい熱じゃ。お前たち、すぐ城に運ぶのじゃ。助けてもらったのか。いいから早う連れて行け。命を救ってもらったのか。どうやら熱も下がったようじゃな。医者も心配ないと言っておったし、もう大丈夫じゃろ。さあ、ミーティアや、そろそろ休んだらどうじゃ。王妃が亡くなってから食事もろくにとっておらんと聞いておるぞ。いいえ、お父様、ミーティアなら大丈夫です。それより今はこの子のそばにいてあげたいの。一人称がミーティアって面白いし、まあそこは行く。仕方がないの。ほどほどにするんじゃぞ。それにしても運のいいやつじゃ。ミーティアが見つけなかったら今頃どうなっておったことか。この頃から恋というか愛を育んでいったんですね。ミーティアが見つけます。こっくりこっくり。よかった、気がついたのね。心配しないで、もう大丈夫よ。昔の記憶を思い出してたのか。眠りに煉獄島だったけど、牢屋の中で昔の記憶を思い出してた。おはよう。よく眠れた？私は全然ダメ。横で女がついてて寝れるって幸せやな。ねえ、私たちこれからどうなるのかな。地上はどうなってるのかな。まさかとは思うけど、あの繰り返しだろうね。悲しいな。ここには昼も夜もないが、時を知ることはできる。おお、ちょうど時間のようじゃな。見張りの交代で時間が分かるとか。日に一度の見張りの交代で天に召される日がまた一日近づいたと分かるのじゃ。悲しいな。難しい話じゃが、今まで何人もこの煉獄島を送りにしていた中を見る初めてなんじゃ。
すべては俺の責任やもしれるな。なんとか出してもらうと喋ってるけど、まあ無駄ですよね。見張りの包帯がぐるぐる回っているだけ、ひたすら時間が経過するだけ。牢屋だもんね。そうして煉獄に囚われ何もできるのまま時間だけが過ぎていった。へい、よっしゃい。どうで、なんか面白い話はねえのかい。丸一日この穴蔵で囚人どものしけた顔見てんのにゃ、もううんざりだよ。おお、大ニュースがあるぜ。そりゃあもう世界中大騒ぎだ。なんで、もったいぶんなよ。さっさと教えてくれ。聞いて驚くなよ。なんと法皇様が一月前にお亡くなりになったそうだ。あ、一回やつだったのかじゃ。なんじゃと、法皇様がお亡くなりに、それはまことか。あ、じゃあ一回やつじゃねえか。あの時はまだ法皇は生きてたから、亡くなってそこからさらに一回やつだから、少なくとも一回やつ以上経ってる。うるせえぞ、てめえら囚人の知ったことか。待ってくれ、法皇様に何があったんじゃ。どうしてお亡くなりに。うるせえつってんだろうが。そんな、法皇様がまさか。法皇様が亡くなった。誰が死んだなんてどうでもいいんだよ。殺されたのか寿命だったのか。マルチラのやつはまんまと暗黒神に乗っ取られやがって、ざまねえな。マルチラもラプソンも、まあマルチラだよね。最後の賢者も死んじゃったってことよね。杖を聖地に近づけてならんと。なんということじゃ、法皇様が一月も前にお亡くなりになっていたとは。一月前、法皇様が亡くなられたのはちょうどわしらがこの煉獄島に閉じ込められてすぐ後かの。お主よ、法皇様が亡くなられたと看守どもから聞いたとき、真っ先に思い浮かんだのがマルチェロの顔じゃ。やつはもしや、これは多分、いや、まさかやつとてそこまで腐ってはおるまい。マルチェロというか、あの杖、ラプソンの杖のせいで。じゃが、この煉獄島に閉じ込められている身では何もできることはない。真実を確かめるにはどうにかしてここから出ねばならん。どうにか何か方法が。わしに考えがある。皆を集めてくれ、頼む。脱獄できるのか。というわけじゃ。では始めるぞ。神よ、ご加護を。痛い。うまく脱獄しようとしてんだろ。誰か助けてくれ。腹が痛くてたまらん。ミノのおっさん、どうしちまったんで。おじいさんが死んじゃうわ、助けて。なんかアホらしい声出してるな。一応病死はしないよ。
わしの大事な黄金のロザリオが、腹が痛い、腹の中に金目なものをちらつかせるのか。まさかおっさん、その黄金のロザリオとやらが腹の中にあるんでですかい。いや、ヤンガスのこの動き舐めてるでしょ。そうじゃ、わしは大事な黄金のロザリオを飲み込んだのじゃ。この煉獄島に連れてこられるとき、取り上げられてはならぬとこっそり胃袋の中に隠して。1ヶ月もロザリオ腹の中置けないでしょ。腹にロザリオが、黄金のロザリオが刺さって痛い。何、黄金のロザリオだぞ。やあやあやあ、じいさん、ずいぶん苦しそうじゃねえか。じいさんの腹を痛めつけてるいけないロザリオが出てくるまで俺たちが看病してやるよ。ここでこいつら襲うのかな。他にもいけないもんがねえか。身体検査もバッチリな。ありがとう、なんと優しい方々じゃ。ありがとう、ありがとう。一つ看病のついでにお願いがあるのだが。おうおう、いいぜ、何でも言ってみな。ついでにしばらく眠っておってはくれんかな、間抜けな看守どもよ。ボコるのか。てめえ何しやが。どこかやっぱ脱獄か、普通に。よし、今じゃ。だ、脱走だと。なんで動かねえか。こりゃどうなってるんでゲス。そうだ、確か見張りの交代の時はあそこのレバーを動かしてたわ。レバーを動かす人がおらんと思う。誰かが残ってあのレバーを操作しないと地上には戻れない。兄貴のためだ、ここはあっしが。いや待て、わしが残る。まさかの大司教。ニノのおっさん、みんなで逃げないでどうすんでガス。それに監視どもが起きたらあんたじゃ太刀打ちできないでゲスよ。わしはどうせこの煉獄島から逃げ出したところですぐに教会の者どもに見つかってしまう。うわ、わしが引き受けた。だから頼む、わしに代わって法王様の死の原因を突き止めてくれ。ちょっと悪そうなやつだったけど、ここで誠意を見せてくれた。わしは法王様の死の真相が知りたいのだ。ありがとう。ニノのおっさん、頼んだぞ。わしに構うな。お前たちは早く地上を目指せ。必ずやわしに代わって法王様の死の真相。監視雑誌が起きたな。目が覚めたか、間抜けどもめ。ロザリオ謎嘘っぱちじゃ。残念だったな。さあ覚悟はできておる。煮るなり焼くなり好きにすればいい。十字架。法王様の死の真相を知ったところで教えてもらう前に殺されちゃうよね、あの大司教。急げ急げ。鎖が壊れた。監視たちずっともう戻ってこれないし。
なきゃ脱走できたみたいな。1ヶ月ぶりに。このアホ、心配をかけよってからにどれだけ探したと思っとるんじゃ。いや だって捕まえられてたからね。あんたらを探し出すのにずいぶん苦労したよ。まさかあの悪名高い煉獄島に捕まっていたとはね。まあよい、どうやら無事のようじゃな。お前も知っておろう、法王様が殺されたのを。奴の仕業に違いない。こうしてはおれん。さあ行くぞ。煉獄島からの脱走。はい、あ、煉獄島ってのはここだったのかな。とりあえずここから脱出できたので、今回は、なんだっけ、世界地図見た方がいいな。サベッラ大聖堂、法の館で、魔剣レオパルル戦って倒したんですけど、マルチェロ、聖堂騎士団長だったマルチェロに、濡れ衣に冤罪をかけられて、今の何だっけ、煉獄島に、なんて武刑にあってしまったんだけど、なんとか脱走して杖がある。ここはここがね、聖地ゴルドに変えたいと思います。次はここまで。ご視聴ありがとうございました。よかったらコメント高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。次回このモチベーションにつながります。では次、おそらく王様の殺めてしまったであろうマルチェロを倒すために聖地ゴルドへ行きたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回 See you next time。